はい。始まりました。石門ジャップ TV より、今週もやります我が軍参賀のレビューのお時間でございます。よっ <laughs> そこで今週取り上げるのは、2024年シーズン J1 リーグ第18節、19位我が軍京都参が FCVS 最下位、北海道コンサドーレ札幌戦の、え裏、ー、天王山、痺れるシチュエーションに痺れるゲーム展開、まあ、リアルタイム視聴ライブ配信でも大いに盛り上がりました。そのテンションの流れで、えー、レビューとしてアーダーコーダ覚えていきたいと思っておりますので、よろしければ、ラジオ感覚でお付き合いいただけると嬉しく思います。いうことです。早速、えー、試合結果等は、この通り。 京都 vs 札幌2対0で京都今シーズンホーム初勝利一方札幌敗戦 <laughs> いやー本当にホーム初勝利までの道のり長かった今思えば3月2日の ホーム開幕戦での、まあ、VS 湘南戦での、えー、敗戦からですね、まあ、3ヶ月以上経過しての、この6月15日に、ようやくの初勝利でもございますので、本当に長、長い 未勝利とのお付き合い、京都銀とかね、言ってる場合じゃないんですけども、まあ、今思えばね、えー、5連敗を喫していた、特に浦和レッズに0対3で敗れ、広島に0対5で敗れた、あの5連敗の時はですね、もう降格を覚悟したんですが、まあ、その時からね、えーまあ、約1ヶ月の期間経過してですね、 ついにリーグ戦ホーム初勝利なわけでございますから格別でございます。でまだこのゲーム迎える3日前には天皇杯2回戦。 J3 首位の大宮とのゲームで、まあ大宮のメンバーは主にサブ組がメインでございましたが、とはいえ、まあサンガもサブ組で、まあ一安心のですね、J1 と J3 の差を見せつける勝利からの、このリーグ戦での、まあホーム初勝利の、まあ公式戦、連勝でもございますので、まあサンガに取り巻く、今の状況、いい流れが来ているとともに、まあ何よりも、 まあ三、現地でね、観戦されている参加サ,サポーターの皆様、まあ今シーズンはえ、ホーム開幕からホームで6連敗を喫してからのですね、まあようやくの6月15日と長くなりましたが、まあホーム初勝利に、 臭いし、いや本当にですねおめでとうございますまあ、待ち浴びたホーム初勝利からですねえ残留に向けてですねえ一気に好転していきたいところをただ今現在ね高価圏であることはえ違いございませんのでまあ、油断せずというところではありますがただ今夜はですね もうホーム初勝利なわけでございますから、大いに盛り上がっていきましょうというところでですね、簡単に今節の参加のゲームをレビューとして振り返っていきたいと思います。えー、まず振り返る上で両チームのスタメンを簡単におさらいしていきたいと思います。 まず我が軍参加のスタメンからですが、長記事監督のもとおなじみの433システムを採用しており、まずゴールキーパークソンユン選手、そしてディフェンスライン4枚、右から福田選手、宮本選手、鈴木義則選手、佐藤選手。本来だと浅田選手がね、鈴木義則選手のポジションに入るはずだったと思うんですが、天皇杯の大宮戦におきまして、アディショナルタイムにね、時間稼ぎで投入させられたものの、浅田選手 ワンプレイでですね。えー タッチライン際でね、ちょっと負傷退場という形となり、まあ、それがね、今も響いており、今、まあ、メンバー外となっている、まあ、このディフェンスラインのラインナップ、まあ、鈴木義則選手としてはですね、えー、ピンチヒッターという形で、まスタメンの座に君臨しましたが、まあ、今節はね、ほんとディフェンスラインを引き締め直してくれた、まあ、そんな活躍だったと思います。そして、えー、中盤のサマに関しましては、そこに金子選手、インサイドハーフに、えー、なんと、川崎選手、 が日本代表帰りからですねお座君も帰って てきえて、なんか、一日明けてね、このリーグ戦スタメンでございますので、まあ、長期で監督のこのゲームにですね、えー、かける、ま、あ思いが伝わる川崎選手、ま、あキャプテンのですね、えー、スタメン抜擢、および、えー、その相棒には平戸選手、ま、あ今のサンガーのですね、まあ、攻撃の中心選手がインサイドハーフに陣取っており、えー、武田選手がね、えー、ここ数節メンバー替えっていうところですね、サンガの序列がですね、徐々に入れ替わっております。そして、前線の様に関しましては、まあ、同じ 地味の右から豊川選手原選手松田天馬選手の三枚となっておりベンチメンバーにはですね、えー、この中三日で迎えたゲームでもございましたが天皇杯で活躍したます、あ、鈴木と市選手マルコトゥーリオ選手まあ、一味選手にアピア食べは久し前島揃ってね、えー、しっかりメンバー入りのですね期待感高まるまさんがのラインナップに対し一方えー、北海道コンサーレサップ のスタメンでございますがペトロビッチ監督のもとこれもおなじみの361システムを採用しておりまずゴールキーパー元ねサンガの昇進でございました菅野選手そしてディフェンスライン3枚右から西野選手岡村選手中村選手そしてダブルボランチにババ選手荒野選手そして両ウィングバック右に近藤選手左に 田中選手この両イングバックはマジで強烈でございました。そしてトップ下へ2枚、駒井選手、小林選手、そして最前線のトップに鈴木武蔵選手が陣取っており、メンバーに関しましては、まあ、本来の札幌のですね、ベストスタメンとはかけ離れたメンツ。まあ、というのも、まあ、札幌 札幌のエースといえばね、浅野祐也選手に、あとは、まあ最前線のトップにはキム・ゴンヒ選手、そしてトップ下に青木選手に、まあ、スパチョーク選手などなど、まあ攻撃で違いを作り出せるアタッカーがですね、まあ続々不傷離脱している状況から札幌としては満身創痍な、まあ、連戦の上でですね、えー、迎える、えー、今節のラインナップとなっております。 そこで、ま、今節の試合の流れでございますが、ま、開始早々からですね、もう得点の匂いがプンプンの、ま、特に前半に関しましては札幌がですね、ま、対京都対策か、ま、なぐというよりかは、ま、基本、ま、ロングボールメインにですね、組み立てていた印象があり、ま、京都はね、クソイン選手の、ま、ロングキックはおなじみの、杉野選手もね、同じく、ま、ロングキックメインで、ま、両ゴールキーパーがね、ロングボールを蹴り合う、 展開でですね、入った入り、まあ、早々ですね。えー、まず前半2分にまあ、えー、京都まあ大ピンチ一方札幌えー、ビッグチャンスでございます。ま次、あの選手からのですね、えー、この大外の、えー、札幌のまあ右サイドまあ近藤選手に供給するロングパスで近藤選手抜けだし、まあ佐藤選手がねマークついて言いながらも近藤選手まあすごかったですね。これシュートまでね持ち込みましたね。えー、クソインの選手がうまくねこれまた閉じていた。 のがほんま素晴らしいですね。クソンユン様々のビッグセーブ。ま、あその後ね、小林選手に押し込まれたものの、まあ、シュートは、えー、枠外で、えー、京都しましたピンチをま、そうそうだし、えー、その一方京都ま、4分にはね、ね、逆に、えー、コーナーキックから、ま、平戸選手から、えー、グラウンダーの、えー、供給したボール、松田天馬選手とに、えー、原選手がニアサイドに潰れて、中央ま、鈴木選手がね、えー、結果でこれ、 え、思いがけぬ形でね、もう、あの、鈴木選手からしたら、正面にボール来たような形だと思いますので、まあ、反応しきれず、結果的に、杉野選手でパスのような形となってしまい、今、まあ、京都ビッグチャンス決めきれず、その一方ですね、え、札幌としましては、その、キャッチしたね、杉野選手、そのボールで、そのままね、裏に展開していくというね、え、これ、あの、え、鈴木、 武蔵選手が抜け出し、今宮本選手がね、ケアしたので、ま、なんとか、え、ピンチに至るでございますが、ま、早々からですね、ま、札幌の狙い、ま、京都の裏ですね、ま、京都をま、上下に走らせるっていうところの狙いがですね、え、見える、ま、杉野選手のま、ロングキックのま、数々、ま、その後もね、ま、両ゴールキーパー蹴り合う形となり、ま、特に前半14分もね、お互い、あの、セカンドボールの回収合戦のところをま、京都ですね、え、豊川選手が収めて、え、チャンスを獲得します。え、まず豊川選手から平戸 選手に展開してで平戸選手からサイドに展開して、えー、原選手のクロス、えー、このファーサイドで待ち受けていた東川選手のシュートも札幌のディフェンダーの、えー、シュートブロックの前に得点いたらずでございますがそこで獲得したコーナーキックでですね京都デザイン、えー、セットプレーでございますねこれまた平戸選手のまだ同じくグラウンダーの、えー、供給したボールでございましたが、えー、この コーナーキックに関しましては、えー、マイナスでしたね。これデザインされてまして、ね、まあ、札幌のディフェンダーゴール前で、ね、セットプレー基本貼り付けてございましたね。そのスカウティングをね、えー、うまく形とした、えー、豊川選手のマイナスのドフリーシュートでございましたが、川崎選手に当たってしまうというですね、その前にも川崎選手ね、中村選手の競り合いでね、頭打ったり、そしてこのシュートではね、シュート当てられたりなど、まあ、散々なね、日本代表帰りの川崎選手でございましたが、まあ、それ以外はね、川崎選手このゲーム 気温いい位置でね、えー、ボールを拾ったり、そしてまあ展開に関しましても、一定のですね、活躍していた印象でございますが。まあ、京都としてはね、決定的チャンス決めきれず、一方ですね。えー、前半十六分に、これまたね、<laughs> 京都、まあ、佐藤選手のカットインのところからですね。えー、京都ピンチでございます、えー。佐藤選手のカットインのところ、札幌の新野選手にね、クリアされ、これ、結果的に鈴木選手と宮本選手とね。これまた、用意どんのね、一対一。 まあ、スピードだけだったら鈴木選手にね、武蔵選手に今ぶち抜かれるところでございましたが、まあ、宮本選手起点の効いたですね、ここぞというタイミングのスライディングでなんとかピンチ回避。まあ、ゲーム通してもね、このゲームはやっぱ鈴木武蔵選手としては、やっぱ京都のね、やっぱハイラインの裏を狙うというところと、あとはね、ドリブルで運ぶというところも、やっぱ札幌はね、あの、ピッチ幅広く、まあ、選手配置するので、京都もね、コンパクトに、あの、しづらい。 展開ではありました。まあ、というのもあって、えー、鈴木武蔵選手がドリブルで運ぶシーンも多数ございましたが、まあ、鈴木武蔵選手はなんとか京都としてはですね、3人目、2人目が絡み、シャットアウト。そしてこの16分のシーンに関しましては、まあ、宮本選手のスライディングもあ,もあってですね、えー、ピンチ回避。そして、まあ、ピンチ回避したらですね、次は逆にチャンスがやってくるというところで、まあ、前半17分にですね、えー、京都先生でございます。まず、クソユー選手のロングフィードの ところからスタートし今札幌の選手のパスミスから平戸選手がねうまくあのターンしながら札幌の選手にボールを奪わせずも金子選手につないで金子選手からサイドに展開していったところ福田選手がねうちにヘッドで落とし今川崎選手がね逆突くターンから中へ切り返して金子選手くさびをね放つ棚家金子選手運ぶもののですねちょっと札幌の選手に取られそうになったので 福田選手が拾って、そこからですね、福田選手がマイナスに川崎選手に、えー、ボールを供給し、そして川崎選手からですね、これワントラップして、平戸選手につけるんですが、ここでね、えー、ダイヤモンド形成でございましたね。で、そこで、えー、金子選手がこれ、裏に抜け出そうとした動きがですね、非常に素晴らしく、 その結果ですね、札幌の小井選手を金子選手にちょっと気にさせるような形となり、その結果、平戸選手からダイレクトでですね、大外の福田選手へスルーパス供給、まあ、小井選手と確か田中選手の間をですね、居抜く、まあ、絶妙な、まあ、平戸選手を寄与している理由がまさに現れるですね、素晴らしいスルーパスに今抜け出した福田選手、これも福田選手、もうダイレクトでですね、もう 迷いなくですね、えー、供給したグラウンダーのクロスまあ、中にね。原選手と松田天馬選手だけでございましたが、松田天馬選手に目がけてピンポイントでございましたので、松田天馬選手で、これまたよくうまく押さえて、えー、決め切りましたね。クロスの質も良かったんですが、松田天馬選手もよくダイレクトで合わせ切ったと思います。まあ、そんな三ンがですね。まあ、完全に崩し切った形でですね。まあ、らしくないまあ、先制団の形でですね。京都10でですね、えー、迎えた流れで迎えた。 京都追加点でございますお祭り、えー、ムードでございますね、えー、これ札幌のビルドアップですねババ、えー、選手がトラップミスしたところ札幌今節ね基本あのロングボールメインだったんですがようやくですねビルドアップし始めたタイミングでねこのババ選手のですね、えー、まさかのトラップミスでもございますのでそれに対して松田天馬選手一気にスイッチ入ったようにですねこのハイプレスではめて、えー、はめた結果ですね、えー、豊川選手が、まあ、ダイレクトでですね、まあ、シュートフィニッシュ 杉野選手がね守るゴールマウスを射抜き、京都を追加点で、またこれ、豊川選手のシュートも素晴らしかったですね、菅野選手のこの顔面横を射、ね、<laughs> 抜くシュートでもございますので、確かに顔面横って結構ねあの反応しづらいんですよね。 手が伸びきるわけじゃないんで、どう、あの、顔面横ってほんまにね、あの、反応しづらいっていう、まあ、これはもう人間のですね、やっぱ特性のところうまくついた、まあ、す、あの、豊川選手の技あり、及び、まあ、強烈なシュートフィニッシュ、及びあ、松田天馬選手のね、まあ、素晴らしいあの、あの、ビルドアップのミスに対する反応と、あとは、まあ、ハイプレスのまあ質の高さで、京都追加点。まあ、それ以降からですね、まあ、京都、また、あの、 札幌のキックオフからもうすぐボール奪ってね、チャンスありましたが決めきれず、まあその後ですね、えー、札幌ポ繋ぐようになりましたね。で、そこでポイントになったのがやっぱゲームメーカー、小前選手でございますね。小前選手がですね、まああのディフェンスラインまで降りてきてですね、ビルドアップに参加し、えー、展開するは特に22分にはね、えー、近藤選手への 裏抜けへのね素晴らしい供給したパスでまあ、コーナーキック初めて獲得したシーンありましたしまあ、その他にもね34分のシーンでも小牧選手が降りてきたりあとはあのー、ハーフスペース付近でもあの3人目4人目の選手としてですねあのえー、サイドの選手の吐け口となっておりましたので小牧選手は相変わらずですねまあ、札幌では聞いていた印象がありまあ当然札幌がですね、まあ、ボール握る展開から京都としてはね、えー、ちょっと自陣ライン下がるような形となりまあ、2点目取って3点目 3点目しとめきれずっていうところで、まあ、札幌にペースを明け渡した形になったかなと、まあ、ゲームメーカー、駒井選手の存在もありながら、あとは、えー、 札幌のですね、左のセンターバックの中村選手も存在感抜群でございますね。この選手もタイミング見てね、オーバーラップしておとりの動きになったり、あとは差し込むパスのね、精度も高く、左利きの選手なんですけど、右足でね、素晴らしいロングフィード展開するプレーもあったり、あとはね、ピンチを潰すインターセプトもあったりと、中村選手も非常にですね、個人的に印象に残ったところで、押し込まれた展開であり、まあ、迎えた40分にですね、京都日 やりでございます。 ババ選手のロングボールに岡村選手がダイレクトで前線に供給し、まあ、荒野選手が抜け出そうとしたところ、まあ、平戸選手のスライディングで、荒野選手が倒れて、えー、ゲーム一瞬止まりました。まあ、あぶっちゃけ PK なってもおかしくないかなと思ったんですが、本当に際どかったと思います。まあ、荒野選手と平戸選手の立ち位置は完全に五分五分だったんですけども、まあ、先にボール触ったのは、えー、荒野選手。ただ、平戸選手としましては、まあ ボールにですね、しっかりチャレンジしており、ただそのボールにさっき触ったのはラ野選手、ただラ野選手のね、このボール触った瞬間ですね、えボール伸びましたよね。結果的に平戸選手のタックルは正直影響なく、ラ野選手のトラップが大きくなり、しかもえ体の向きが外向きだったので、結果的にファール判定にならなかったのかなと、また合わせてですね、ラ野選手の倒れ方もですね、 え、これ右足踏み込んで次左足っていうところだったんですが、左足と右足両膝突きに行ってましたよね。もうこの倒れに行った感もですね、正直ファウル判定にならなかったっていうところの要因は個人的にあったのかなと、まあ、平戸選手のね、タックルの部分は、マラの選手に影響は 全くないとは言えなかったと思うんですが、外向きかつトラップが大きくなってしまったところより、マラの選手がね、これ倒れに行ったっていうところがね、えー、正直あったと思いますので、まあ、ファール判定ならなかったのも納得できるんですが、でも正直ヒヤリとしたっていうのが正直なところのですね、えー、この前半40分のシーン、まあ、結果的に京都としては、助かった形で PK 判定ならずでございましたが、その後もですね、えー、ピンチが続きます。まあ、アディショナルタイムですね、まあ、中村選手と近藤選手、ま前半からで ですね、まあ、非常にですね、まあ、目立っていた二人のですね、ホットライン、対角線のボールでですね、近藤選手がファーサイドで、まあ、折り返しという場面ございましたが、まあ、京都のディフェンダー集中して、えー、得点至らず、まあ、その後もね、鈴木武蔵選手が、一、えー、人でね、参の自陣までですね、まあ、スペースをうまくつきながらね、運んでいくドリブルでございましたが、まあ、京都三人目でね、しっかりケアし、えー、なんとか前半ですね、えー、ゼロシッ で、えー、折り返し、まあ、2対0の前半から、まあ、迎えた後半でございますね。まあ、後半もね、引き続き、入りは札幌まあ、強烈なね、<laughs> 雨が降りしきる中でございますが、 後半札幌は、まあ、スタイルを貫き通す、まあ、地上戦。まあ、特に両ウィングバックの、まあ、左の田中宏文選手、まあ、右のウィングバックの、まあ、近藤選手、強烈でございましたね。またそれに絡むですね、えー、小前選手もですね、本当に、ま、起点が効いてると言いますか、まあ、そこでね、迎えた後半3分に京都、えー、まあ、今節一番の大ピンチでございます。まあ、左サイドですね、えー、小前選手がうまくですね、え、3人目 の動きとしてですね、えー、パスコースを作りながらですね、まあ、展開していき、えー、田中選手のカットインからのクロス、まあ、ファーサイドですね、えー、抜け出した、まあ、近藤選手がダイレクトで合わせるものの クソンユン選手のこのビッグセーブよく片手でですね、本当に反応したと思います。またクソンユン選手もね、200試合出場の、まあ、記念試合でですね、本当におめでとうとともにありがとうとね、言いたくなる。いや、これよく本当クソンユン選手ですね、セービングしたと思います。 ただ、京都劣勢、札幌優位は変わらず、まあ、特に田中選手のね、左サイド、も福田選手との対峙のところで、まあ、田中選手が結構福田選手を剥がしてね、クロス上げきる形も多く、まあ、そこからね、えー、後半6分にもね、近藤選手にはシュートフィニッシュ持っていかれるところございましたが、やっぱり両ウィングバックのこの仕掛けとね、えー、まあ、仕掛ける田中選手、まあ、スプリントかます近藤選手は本当にですね、えー、このゲーム、まあ、後半はずっと苦しめられた印象がございます。ただ京 としましてもね、後半11分にはま鈴木選手のねインターセプトからま最終的に豊川選手のまシュートフィニッシュ、まあ、これね、えー、コーナーキックとなりましたがそのコーナーキックでですね、えー、強度待望の3得点目鈴木選手移籍後初ゴールかと思いきやですね、えー、得点取り消しでございます。 まあ結果的に、ま岡村選手に対して、まあ鈴木義則選手が、まあブロックし、まあファールしたということで、まあ得点取り消しに至りましたが、まあこのコーナーキックの場面ですね、まあ平戸選手の教給したボールがかなりね、いい質だっただけに、まあもったいないと言いますか、判定も厳しい気もいたします。というのもね、えー、もともと岡村選手は原選手とのね、まあポジション取りで、えまあコースを限定するように動き回って、 おり、まあ、原選手がね岡村選手から逃げ逃げげあのるようにににねねニアサイドに走り込んだ先にです、ね、岡村選手が追いかけようとしたところ、まあ、鈴木義則選手が立っていたっていうところで、まあ、岡村選手がね、鈴木義則選手に突っ込んでいるような感じにも見えたんですが、ただ鈴木義則選手も明らかにね、岡村選手の方向を見て、えー、全くね、体の向きを変えずというところでございましたので、ちょっと厳しい判定だと思いながらも、まあ、やむを得ない形で、とはいえ、まあ、もったいない、まあ、 うん、ファールの仕方で得点至らず、えー、その後もですね、まあ、札幌に押し込まれる展開が続きながらですね、京都としましては、まあ、カウンターの精度でですね、迫力不足でございますね。まあ、特にですね、やっぱ原選手がこのゲーム終始、 トラップが大きくて収まらん、収まらん。まあ、逆にですね、途中出場でね、入ってきた一味選手が収まる、収まるわで、ここあたりは今後、う、えー、まあ、おそらくね、引き続き、次節も原選手がスタメンなんでしょうけど、一味選手にもチャンスを与えての、与えてもいいのではないかと思った、まあ、後半のですね、まあ、原選手の収まらなさ具合にはですね、えー、非常にですね、まあ、気になるところでございます。まあ、そんなところで、まあ、収まらないとね、当然、 京都のね、えーまあ、下がったラインに対し、ラインを押し上げるにもね至らず、まあ、前線にね、えー、札幌の前線で、えー、サッカーをするね、えー、京都のサッカー至らず、まあ、得点には、えー、当然ほど遠く、まあ、一方、札幌もね、 まあ、京都のね、やっぱ中央が本当硬かったですね。特に鈴木義則選手がね、統率していたのではないかなっていう、まあ。特にゴール前の一番危ないところはね、しっかり人立たせていましたので、ここあたりは、まあ、鈴木義則選手をはじめ、まあ、宮本選手のね、まあ、インターセプト等も光り、えーまあ、終盤ですね、申し込まれるシーン多くありながらも集中した、えー、ディフェンスラインの活躍もあり、えー、無失点で切り抜け、ゲームは2対0の終戦。 対望の、まあ、今季ホーム初勝利に沸くんですが、ただ、やっぱ3得点目取れないっていうのはですね、京都の課題、まあ、特に後半ですね、やっぱ押し込まれる形っていうのは、まあ、これまで不調だった京都とね、え変わらずでございました。まあ、単純にね、札幌がですね、両ウィングバックは素晴らしく、ピッチ幅も広く使って、 展開していきチャンスを作り出すもののやっぱ最前線、札幌は特にど真ん中にですね、決定機一目めきれるですね、まあ、理不尽なフォワードがいないのがめちゃめちゃ痛いなと、まあ、鈴木武蔵選手もね、どちらかというとセカンドトップのような選手でもございますので、まあ、チャンスクリエイトはできている札幌でありながらも、まあ、ストライカー不足が、およびまあ前線の選手のね、まあ、怪我人が続出しているところが響いてしまった、まあ、札幌の敗戦に対し、まあ、京都としましてはですね、 前半に自力で崩した得点の形を実現できたのは評価にあったりしますが前後半通しててなってくると後半は正直チャンスらしいチャンスは作りきれずの両ウィングバックは押し込まれて最前線の原選手は全く収まらずの内容でもございましたので両チームにとって課題が残る裏天皇山 らしいっちゃ、裏天皇山らしいゲーム内容だったのではないでしょうか。まあそこで、最後にこのゲームの MVP を一人取り上げていきたいと思います。もう当然ですね、勝利した我が軍京都さんが FC から、ミッドフィルダーの松田天馬選手を選出でございます。 まあ、1得点1アシストの大活躍に加えて、まあ、最前線の、まあ、プレッシングもですね、後半終盤になってもですね、しっかり走り切りますし、また、大外からのですね、え、まあ、裏に抜け出すですね、供給するロングパスに関しましても精度が高く、そして何よりもね、得点もね、しっかり、あの位置にいるのがね、松田天馬選手、そしてしっかりダイレクトでね、合わせ切ってゴールにねじ込み、そして2得点目はね、 えー、相手のビルドアップのミスに対して即座にね、反応する。 あの、ハイプレスの、まあ、やっぱ質の高さですね。腹あの、豊川選手にダイレクトでね、えー、供給されるような形でですね、相手のパスをブロックする、あの、やり方に関しまして、やっぱ、味方に直接繋がるこのブロックの仕方も含めてですね、松田天馬選手の技をね、えー、感じる活躍でもございましたので、まあ、今節は、ま、数字の部分見てもですね、もう、後半終盤もね、え、ハイプレスかましていた松田天馬選手を選ぶのは、もう妥当な なのではないではいしょうかまた、他で付け加えるのでありましたら、一応迷った選手としまして、まあ、フルス対戦となります。まあ、クソイン選手と福田選手もですね、えー、素晴らしい活躍だったのではないでしょうか。まあ、福田選手に関しましてはね、まあ、田中選手とのね、1対1の部分で押し込まれはしたものの、ここぞというところで、やっぱクロスの精度の高さに関しましては、まあ、ピンポイントのね、 え、恩返しアシスト達成のクソイン選手に関しましては、まあ、恩返しビッグセーブ、まあ、前半のね、立ち上がりと、まあ、後半の立ち上がりともにね、えー、札幌のね、 サッ札幌にとってはですね、かつて所属していた選手たちの活躍によって敗れたことも相まって、そして裏天皇山にですね、敗れたゲームということも重なってですね、札幌サポーターのですね、えー、この涙顔を見るのがですね、非常にまあ心苦しいと,とともにですね、サンガも降格圏であることはね、えー、まだ違いはございませんので、まあ、油断体的なまあ気を引き締め直さないといけない チーム状況に違いはないのではないでしょうか。まあ、とはいえですね、まあ、せっかくのですね、裏天皇山を制しての、まあ、ホーム初勝利でもございますので、まあ、この週末はですね、笑って過ごしたいものでございます。以上、長くなりましたが、今節の振り返りはここまで。まあ、そこで次、次節第19節のゲーム、アウェーでなんと、サガントス戦でございます。 6月22日、19時キックオフ、このゲームをですね、えー、決戦でございます。まあ、同じね、えー、勝ち点14を稼いでるチーム同士、まあ、今撮影時点ではね、えー、トスは1試合未消化でございますので、実際対戦するときは、えー、勝ち点が異なってるかもしれませんが、まあ、6ポイントゲームにはですね、えー、違いはない、まあ、残留をね、争うチーム同士のゲームということで、まあ、このアウェイトスといえばね、昨シーズン、 アピア・タイヤ・久し事件発生のですね、まあ、昨シーズン1のですね、最悪なゲームを繰り広げた地位でのゲームでもございますので、まあ、最悪の地でですね、今シーズンは最高の地にですね、する連勝を達成することができるのか、シックスポイントゲームを2試合連続取れるとですね、もうチームの雰囲気も全くですね、180度好転すること間違いなしでもございますので、まあ、右肩上がりに徐々にですね、サ 戻してきているま長期 J さんが、ま昨シーズンね、ねシーズンダブルやられたですね、えー、サガン鳥栖に対するま雪辱を果たすですね、えー、前半戦、えー、気持ちよく折り返す今シーズン初勝利を楽しみに、ここらで終わっていきたいと思います。最後までお付き合いいただきありがとうございました。チャンネル登録評価、コメント帯、ツイッター改めアプリ X の方もフォローいただけると嬉しく思います。また次回の動画でお会いしましょう。石門ジャップ TV でした。